サルビア整骨院の小泉です。今日は、東急動作で、体幹を安定させるというところに対して、トレーニング方法をご紹介したいと思います。野球の投球動作は、軸回転よく言われると思うんですけど、自分の中心真ん中に対して、回転しましょうねっていう風な軸運動っていうんですけど、これが基準となってきます。でこの軸がブレることによって、コントロールだったりとか、力のエネルギーですねが、逃げてしまって、自分が投げたい方向だったりとか打ちたい方向だったりとかっていうところに、対して力がしっかり発揮できないということが発生します。特に投球動作に関しては、動きながら連動している中で最後に、結果的にボールが離れると、ボールを離れて終わりっていう感じの動作の中なので、そこに関して、結構こう体が倒れる、右利きの人だったら左側にこう倒れながらリリースすると、こういう感じですかね。軸がこっちに向かって走ってるという感じになってる人が結構多いです。実際に、うちでも投球動作撮らせてもらって、後ろから見た感じが今画像でこんな感じの投球動作が結構多く見られます。これはいろいろ考えられるんですけど、一つとしては、お腹の腹筋の横ですねの筋肉が、うまく使えてなかったりとかするとなりやすいです。でこれをどういうふうにするのかっていうトレーニング方法をご紹介したいと思います。このトレーニング方法としましては、水を持った状態で、セットポジションでやってます。で足のところにちょっと不安定になるように、うちではエアマットっていうものを敷いてあるんですけど、あればいいんですけど、なければバランスリスクだったりとかな、とにかく不安定に、軸足が不安定になるっていうことがすごく大事なので、つま先立ちで、普段はやらないと思うんですけど、つま先立ちになった状態から、投球動作を行うということでも十分不安定になりますから、それでも効果としたら発揮されると思います。でその状態で、横に、平身運動っていうんですけど、横にスライドしながら重心移動を行っていくということによって、体幹の安定性を鍛えていきます。そう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 、 OK。 軽くね。このトレーニングとしましては、両方足をついた状態でバランスボールに座ってもらって、投球動作を行います。この時に左側の腹筋を意識しながら、しっかりこうトップを深く作るってことがすごく重要です。深くトップを作った状態で投球動作を行ってもらって、その時に左側の腹筋、右利きであれば左側の腹筋を意識しながら、ボールを投げるという感じでやってみてください。左足を浮かせた状態、今度は左足を浮かせた状態で、通常であれば左をついた状態でリリースするんですけど、これはもうあえて左足を浮かせることによって、腹筋の収縮、左側のお腹の横ですね、ところの腹筋の動きを促していくというのが目的になるので、足がついている時よりもより不安定になるので、その状態でしっかりトップを作った状態から胸を反らせてリリースまで持っていくという感じで、これだけでこうピュッと投げてしまうような感じになってしまうと意味がないので、しっかりと深くトップを作った状態から投げるっていうふうに意識してやってみてください。今3種類の動画、トレーニング方法の動画を見てもらったと思うんですけど、一番最初に、見てもらいました動画としましては、そのボールを持って
最初のコーセットポジションなりマインドアップでもどっちでも結構なんですけど、その状態から体重移動していってっていう感じのものになります。今うちでは水に入っているボールだいたい10キロぐらいあるんですけど、あれ、なかなかあんまり一般的ではないかなっていう感じもするので、もしなければ、メディスンボールの、5キロとか、ちょっと重めの7キロとかあれば、ベストです。ないんであればない状態で、やってもらっても OK ですけど、なるべく何か重たいものを持って、結局言うと砂袋とかでもいいと思います。それを持った状態で、体幹がしっかり安定するように投球動作を行ってもらえるとよりいいかなと思います。で、バランスボールに乗った状態でやる目的としましては、この横の腹筋を鍛えていきたいんですけど、腹筋トレーニングはしてるとなんだけど、投球動作の時にうまく働かないっていうことが、すごくよくあります。それは、腹筋はあるなんですけど、その神経伝達がうまくいっていないっていうことによって投球動作に生きてこないっていうことが、すごくよくあることなので、なるべくその何のために練習をしているのか、トレーニングとか、そういうのも含めて、野球にこう直結するようなメニューかなと思います。より不安定な状態で、投げてもらえると、体幹もしっかりして、この最初に言ったこの横の傾きですね、体幹の安定することによって力も大きく発揮されますし、コントロールの安定化っていうことにもつながるかなと思います。ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。